こんにちは、スプレアートリアのベタちゃんです。このチャンネルでようこそ。で、今日の話でちょっと少しスペイン語を教えていきたいと思います。で、何をしたいのか、あの好きの言葉、あの恋愛的にの好きな言葉ですね。で、スペイン語だとなんかレベルが違いますね。それをちょっと教えたいと思います。で、最初のはなんかメアグラダスっていう言葉、日本語だと多分気になるって感じかな。まだ好きだけど、まあそこまではまだない気持ちですね。だから最初はメアグラダスっていう、なんか気になるかな、ちょっと好きって感じで、その次のレベルがメグスタスって、スペイン語でメグスタス、日本語だとまあ好きだけど、まあスペイン語だとね、メグスタだけど、そんな強い、超強い気持ちではありません。なので次の言葉はテキエロ。テキエロはまあ日本語だとまあ好きだけど、まあ多分好きと愛してるの真ん中かな。その言葉はスペイン語だと強い、強い気持ちです。で、その一番強い気持ちはテアモ、スペイン語ですね、テアモ。で、あの日本語は多分愛してるかな。ということで、みんな、なんかこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントとかね、あれば、あの企画おすすめとかね、これをやってとか、あっちに見に行ってとかね、やってみてとかあれば、ぜひコメントしてね。アディオスアミゴス。